はい、はい、ということで第2ステージやっていきたいと思います。はい、やっていきます。この動画ではインパクトチャレンジの初見プレイをお届けします。はい、サマーゴルフェス2023とかってなんかタイトル確かです。お願いします。サマーゴルフェスみたいな書いてあったよな。おい、めっちゃ綺麗完璧、もうワンチャンホールインワンいけるみたいな。もうちょっとちゃんとテラスがいけるな。はいはい、オッケーオッケー。まずはとりあえずね、ここはまあ十分でしょう。一番綺麗な形で、ただポイントって意味では稼いでないけど、あんまり。ただ結局46やろ、うん、ここよね。こういうところがあるからやっぱりシャルじゃないと嫌やねんな、こういう長いコースだからこそよね。でもこれさすがにあれ乗っけられへんから、どこでか、あれ、あの奥か。なるほどなるほど、うん、あやがした。違う、僕はそれがしたかったんじゃないの。違うの、そうじゃないの、違う、やりたかったのはそれじゃない違うのよ、やらかした、やらかした。でも初見やからもうやり直さない。初見動画やから、これめっちゃやり直したいけど、初見動画なんで。それこそこれ使ってないし、あれってかあれ使ってないや俺。んどこに当たってんの。ならいる木にぶつかるあらゆる木にぶつかんねんけど、無理やりやな、これは無理やりやな、すごく無理やりです。まあ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 、もう、はいそん、はい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 もうダメ、いやーこれはちょっとやらかした、シャーリーやらかした、これはさすがにやらかしたな。でも初見動画がしゃーない、こういうやらかしもお見せする、それが初見動画。めっちゃやらかした、やらかした、じゃマジマジやらかしたな。いやーちょっと嫌いな、これは嫌いな。ただ次のコースいきましょうか。はい、それでは第2ステージいきたいと思います。ちょっとね、思考を変えてノアを使ってみようかなと思います。はい、ノア持ってるんですよ僕、ちなみに、ちな僕ノアも持ってます。はい、いっぱいいます。いいでしょう、いいでしょう、僕ね、いっぱい持ってます。はい、チャコ以外全員持ってますすごくない、俺チャコ以外全員持ってんだけど、これはどうなんの別になんか結局届いてないか、これって。あ、届くやん、おすごいね、あ届くねや、なるほどなるほど。これでまあちょっとビビって初実験しました。めっちゃ転がりそうやったから、最悪やビビりすぎた、ビビりすぎた、ビビりすぎたな、さすがにビビりすぎた。逆に入ったらすごいけど、ああまあ無理やなビビりすぎた、さすがにビビりすぎた、もうちょっとパワーってよかった。でも、いけそうやな。ここ、ここいいね。いけそうだね。イーグルいけそうだね。いや、いいね、ノア。かわいい。うちのノアどう？いいでしょう。いいでしょう。さあ、そう。何よりここがパー3やったんで、まあ、あれはノアでよかったねっていう感じなんですよね。別にっていう感じだったので、僕はノアを使いました。
これはこれぐらいにしといて、90年ね。いけ、いい感じのところ。おわ、いいね、いいところ。オッケーオッケー、これは来た。これはね、まあ、今回はさすがに、なんだ、1個目の方がバーディーやったから良くなかったけど、これは来たね。これで、もう1個の方、さっきやったやつをイーグルちゃんと取っとけば、ここはノアでいいね。ノアで結構いいところに持っていけるんじゃないですか。ゆらゆらと侵略してね。このステージは侵略できるよ。いいね、いっぱいキャラ持ってるっていいな。いろんなキャラで遊べるもん。いろんなキャラで試せるから。これはいいですね。では、サードコース行きたいと思います。よし、行きます。最後はね、自慢をするオスクロールで行きます。水着オスクロールで行きます。これ多分結局シャルでもそんな変わらないでしょ、多分ここって結局。って考えたら別にオスクロールでも問題ないでしょう。誰でも変わらんでしょう。ここを確実にイーグルで行きます。ああ。そうか。もうちょっと曲げて、もうちょっとやったんか。オッケーオッケー。ここは。わあ、なんかそんな飛ぶ？あ、もう適当にやりすぎた今。さすがに僕適当にやりすぎた今の。そんな曲がると思わなかった。危な。危な。まあでも、いけるっちゃいけるか。なるほどね。オッケー。わかりました。まあ。いいわ。いいな、水着。水着シャルも欲しいな。やっぱシャルが一番使うからな。何回も俺この話してるけど。今日この話しかしない。これシャルで、シャルのが良かった。シャルやったらこれ、一発で乗っけれた。もういきなり弊害が。これはね。こうしようか。これでとりあえず、安全に乗っけようか。そう。交渉。これで安全に行こう。いらんことしたくないから。いらんことして、やらかしたくないし。見てなかった。絶対あっち曲がるって変えてくれってやるな。俺見えてなかったわ。消えたと思ってさ。跳ね返る先、画面から消えた、どこ行ったんやろうと思ってたけど、これ、書いてあったんか。やらかした。やらかしたけど、まあいいか。このポーズやべえ。水着姿でやられ、水着姿でやるこのポーズはやべえ。やべえ、オスクロール。えぐ。おー。あ、ちょっと喜び、上跳ね喜びはちょっと、この衣装ではちょっと激しいよ。はい、ということで、もうひどいな。適当やな。はい、ということで、こちらが私の初見でのインパクトチャレンジの第2ステージの結果でした。まあ、ちょっとひどいね。ちょっとひどいので、まあ、ちゃんとやり直していきたいと思います。第3ステージは解放されてからね、投稿しますので、よろしくお願いいたします。それじゃあ終わります。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローお願いします。バイバイ。